諸軍らの一部に最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流すものがあるようだが、それは間違いだ。諸軍らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。独房、連れて行け。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機群に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し、敵無人機群を弱体化させることとなる。だが敵にとっても簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる。その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。雲を遮蔽物とし、衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか岩場に墜落するか選ぶ自由くらいは与えよう。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。敵は上から見ている。雲の中、あるいは雲の下なら見つからない。つまりミサイルは来ない。貴様らでもこれくらいは分かるが。窮屈な作戦だぜ。独房とどっちが窮屈か考えろ。作戦開始。そいつが目標のレーダーだ。周囲の対空兵器も破壊しろ。雲がないところにレーダーが立ってたらどうするんだ。破壊しろ。ただし命が惜しければすぐ雲に戻り隠れることだ。だと思ったぜ。レーダーサイトを破壊。まだ衛星の監視は続いているぞ。ミサイルに気をつけろ。番犬が何匹もいる気分だな。敵のミサイルの誘導には衛星とレーダー施設の両方が使われているらしい。したがってレーダーを破壊できればミサイルは飛来しなくなるはずだ。確かなのか、その情報は。サーラ、身をもって試してみてくれ。全てのレーダーを破壊したわけじゃない。衛星の監視は続いているぞ。どれだけ厳重にしてんだよ。クソ、俺たちは何かをさせられている。だが何を。任務は危険だが、目隠しで地雷原を走らせるような無謀さはない。お人よしだな、タブロイド。結局俺たちは地雷原を走らされてるのさ。黙れ。妄想を口にする暇があったら仕事をしろ。誰でも知ってるような手口で侵入しただけでな。いろいろと分かった。フルボンド、警告は2回目だ。3度目はない。ターゲットを破壊。残り2機。パスワードが手に入ってな。ちょちょいとアクセスしたらいろいろと出てきた。自分が何を言ってるか分かってないようだな、スペア6。帰ったらあんたに教えてやるよ、バンダック。情報に言ってないと死ぬからな、今の戦争は。帰れたらな。アラート解除。常に衛星の存在を忘れるな。雲の中を飛行中、着氷に注意しろ。ミサイルが来たぞ、避けろ。対空砲火がかすめやがったぜ。ロックオン。車両破壊。
ました。スペア15、目標破壊。レーダーサイトを破壊した。最後の一機も撃ち漏らすな。ロックオンされている。作戦目標を破壊した。破壊を計画したレーダーサイトはこれで全てだ。衛星と連携したミサイル誘導システムも機能を停止しただろう。誰か雲の上を飛んでみろ。あんたの機体でやればいい。いい提案だ。鈴木に飢えてたんだ。見せてもらおう。いや待て。どうしたバンドック。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。おい、レーダー照射を受けてるぞ。 IFF では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て。まさか特殊隊だなんて言わないな。撃ってやられるぞ。撃ってきた。こいつ、敵なのか。回避するぞ。ロシア軍機、攻撃をやめろ。クソ。味方機じゃない。まさか IFF を偽装しているのか。現世代の IFF は衛星経由で統合戦略システムにつながっている。解析は不可能だ。どういうことだ。そうか、向こうは連携してやがる。相手はどうやって認識してるんだ。 IFF に関する情報は最高機密のはずだ。偽装とは信じられん。クソ、このままでは全滅だ。前期、一旦雲に逃げ込め。相手の目をくらます。だがその後どうする。ドイツが敵だが見分けがつかねえ。誰だ。雲の中を飛行中、着氷に注意しろ。相手は容赦なく撃ってきやる。誰か俺の後ろを飛んでるか。こいつは敵なのか。前期、俺、いや、トリガーの周りに集まれ。何だって。バンドック、トリガーとその周囲の機転を味方として識別登録できるか。タブロイドは何を言ってる。無駄だ、そんなこと。何もしなければ全滅だ。可能だ。よし、全機トリガーの周りに集まれ。変態飛行だ。
にいる。最後尾だ。了解した。新たな識別情報を送った。これで敵は敵と表示される。本当だ、レーダーの表示が更新された。やれ、全機撃墜しろ。やるぞ。こんなところで死ねるかよ。ここは懲罰部隊だ。貴様がいつ死ぬかは俺が決める。くそ。スペア15、ロックオン。背後に疲れているぞ。飛翔体の接近を確認。レーダーに新たな反応。何が起きてる、情報をくれ。くそ、この忙しい時に。いいニュースじゃないな。飛翔体が高速で接近中。この速度は航空機じゃない。航空機じゃないとしたら何なんだ。どうすりゃいい。一体何が起きてる。5 4 3 2 1、まもなく到達。衝撃が、機体が分解するの。なんだ。司令部より入電。攻撃の正体はコードネームヘリオス。アーセナルバードに搭載された長距離ミサイルだ。アーセナルバード、なんでそんなもんに狙われなきゃいけないんだ。着弾予測位置をデータリンクで送った。すぐ来るぞ。クソ、今日は仕事が早いな、バンドック。トリガーが裏口を叩いていると死ぬぞ。識別情報が敵機扱いになってたんだ。なんだと。わざとだな、バンドック。何のことだ。とぼけるんじゃねえ、フルバンドだ。事故だ、あの状況では起こりうる。全機帰還しろ。この野郎。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。待て、カウント。記録によればお前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。まあよい、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためから逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ返り咲くのだ。